うんだな、まさかの動きじゃなくて、はい、一言で言うと北朝鮮の金正恩政権、独裁政権が間違いなく追い詰められてますよね、うん、はい、これごく簡単に最近の動きをおさらいすれば、まずアメリカの大統領選挙中にトランプ大統領が、はい、俺は別に普通に金正恩委員長と会うよ、会いたいよって言ってますね、はいはい、これは北朝鮮にとっては超時の大ニュースだったんですよね、なぜかってずっとラブコールしてきたわけですよ、はいはい、直接会って話したいと、はいね、そして和解したいと、はい、で友達にしてくれませんか、ね、それだけ言ってきたんですよ実は。でそうすると中国の属国にされて中国の思うままにされるのもある程度防げるし、はい、第一金一族のトップがアメリカの大統領と会うってことは、金一族の独裁が今後も続けられて保証になると、はいね、いうことをずっと願ってきたわけですよ、うん、それでだから朝鮮中央通信とか北朝鮮の国営メディアっていうか国営しかないんですけど、そこはそのトランプさんを持ち上げてきたのが、最近急激に様子が変わってきて、いや別に会わないわけじゃないよって発言もトランプさんなさったりしてるけども、現実に北朝鮮の工作員とかあるいは北朝鮮の最前線で感じる動きっていうのは、アメリカが陸海空3軍プラス海兵隊の4軍統合の、ひょっとしたら金正恩委員長を直接暗殺する作戦を今までも何度も何度も計画され、間近に迫ったこともあったと思われるけれども、岡本ちゃんずっとスタッフが、はい、話を元に戻すと、何度も何度もあったけれども今度ばかりは本気じゃないかというのがあって、攻撃計画だから一般的にはその金正恩さんを暗殺してしまったのは韓国に亡命政権が作られて、そこのトップに、キム・ジョンナムさんが、はい、さっき間違って言ってないかな、キム・ジョンナムさんが暗殺されたのは、その暗殺されたキム・ジョンナムさんが韓国に亡命政権が作られた時の手腕になってしまうからじゃないかと、あらかじめその目を積んでおきたかったという話がされてるんですけど、それはそれで間違ってないんだけど、その亡命政権を作るっていうのが前に動きがあったのは脱北者で、なんとなく形だけの亡命政権を作って、そこのいわば見せかけのようなトップに据えるっていう話と根本的に違って、だから韓国に亡命政権を作るって話よりも、その直接アメリカが介入して金正恩委員長を殺害するか、あるいは亡命せざるを得ないところに、殺害だけとは限りません、亡命の準備、実際お父さんの金正恩総書記がしたのを僕はパリで確認してますから、亡命予定の旧王宮まで僕は見に行って、はいはい、はい、もう伺ってしまいました、はい、ショックで番組で言いましたよね、ただはい伺いました、ただただショックだと、楽屋話じゃなくてね、はい、それでだから必ずしもその強硬な姿勢でさあもう殺してしまうんだって話だけじゃなくて、結果的に亡命に追いやるってこともあるわけです、あり得るわけですよ、亡命政権じゃなくて、うん、今の独裁者が権力を手放して家族ごと亡命すると、はいね、はい、いずれにせよそれから韓国に脱北者を中心にした非力な亡命政権ができたような話じゃなくて、北朝鮮の体制変換を起こす、はい、でその動きがあるから話し合ってくれるはずが、そこまでドーンと言ってるから余計ショックが大きくて、だからややどうしていいかわからない状態でもう暗殺に踏み切った、今までもチャンスなかったわけじゃない、はい、しかもその暗殺の踏み切り方がクアラルンプールっていう、要するにマレーシアはもともと中国と今特に今の首相は親中派で、はい、ね、ということは北朝鮮ともその悪くない関係にあった、はい、でそこでしかもクランプルの空港だから監視カメラが山のようにあるんで、キム・ジョンナムさんは今まで暗殺を警戒してきただけに、いわば暗殺警戒のプロみたいになってるから、この新北朝鮮の国の代表する空港でしかも監視カメラがあるところでは当然襲ってこないと、油断するということはもう北朝鮮が分かってて、しかもそこにですよ、もう慣れより構わずカメラの打つの分かってて大使館の人間まで出してです、はい、それでも最低限の工夫としておそらくその2人の女性を使ったってことをやるわけですけど、追い詰められてやった暗殺ですよね、つまり余裕を持ってこれだけの力あるんだと見せつけてやるんじゃなくて、追い詰められた暗殺であって、しかもキム・ジョンナムさんがいるっていうことを北朝鮮の普通の人はほとんど知らないわけです、兄弟の構成も知られてないし、だからキム・ジョンナムさんがどういう顔しててって知ってるのは僕ら西側の人間だけで、北朝鮮の人はほとんど知らないんですよ、だからお兄さんを殺したっていうことはなかなか浸透しないにしても、でも朝鮮労働党の
幹部陣とか、あるいは軍とか工作機関の上の方は、ついに実の兄を腹違いとはいえね、あの英語だとハーフブラザーっていうなんかきつい言い方ですけどね、CNN なんかは、でも実のお兄さんを殺してしまったっていうのは、金正恩さんの政権やっぱり弱めます、強めない頃は、ちゃんとチャン・ソンテクさんとおじさん殺しただけでも大きな問題を生じたけど、実のお兄さん殺害したとなると、これはもう誰もついていけないんですよ、ね、でもそれやらざるを得ないぐらい追い詰められてて、だからこの核兵器も核兵器を持つからアメリカがこう顔を向けてくれていいことを聞いてくれる、だから核実験もやってきたし、それが外貨につながる、つまり中東を中心にその技術や実物を輸出して、それが北朝鮮の唯一のビジネスになってるとかって、もだってある意味でうまく回転してきたわけです、北朝鮮にとって。それは回転しなくなってるんですよね。なぜかというと、すでにレッドラインを超えたわけです。潜水艦発射型の核ミサイルに着手して、で潜水艦は今持ってない、潜水艇しか持ってないから大丈夫に見えて、あのいわば あと必要なのは潜水艦だけになったら、アメリカとしてはその本当は西海岸までは何年もかかるとして、その短期間の間にグアムとかハワイとか、ね、そのアメリカの人は絶対イルカ船できないところに、北朝鮮の、場合によっては潜水艇の少しマシなやつみたいなのが接近して、そこからつまりハワイの目の前で行かなくてもある程度近づいて発射型を、潜水艦発射型 SLBM 撃たれると、アメリカのすごいそのスパイ衛星もでもやっぱりある程度の深さで来る潜水艦全部破壊できないですから、脅威がもうレッドライン超えてるんですよ。これすでに超えたと見るべき、はいね、そうするとじゃあ今までのように核実験やってアメリカの関心を引き寄せるやり方がいいのか、いやもうやられることにして急にいい子になって、キム・ジョンの暗殺をやめずやったけれども、アメリカは攻撃なさるようなそんな怖いことはもううちはしませんと、核兵器の開発もしばらくペンディングにします、どっちがいいのか分かんないから、分かんないからこのなんちゃって準備になってるわけですよ、出したり出したり戻したり出したり戻したり、本当にこうもうすぐやるぞじゃなくて、今までと様子が違うのは何やってるか分かんない意味もあるわけですよ。これニュースはこれだけだけど、本当は意味がある行動に見えないわけですよ、ね、でそれが非常に濃厚な予感につながるのは、今までと違う、その北朝鮮は崩壊する崩壊する崩壊するって言われながら崩壊せずに来たけども、その肝心要はやっぱり中国であって、石炭を北朝鮮から買うのをやめましょうって、そんなことじゃなくて、そうじゃなくて問題は油なんですよ。それもあの中国が買ってあげれるんじゃなくて、中国の油を北朝鮮にパイプラインで直接送ってると、ね、北朝鮮は油全くありません。それから実は外国から買うお金もありません。外貨ないから、じゃあどうするんですか。全部油で動いてるんですよ、北朝鮮は。だから中国はこうやってあのパイプラインの国庫をこう閉めただけで、あの電気がつかないだけじゃなくて、軍ももう身動き取れないわけですよ、油なかったら、ね、ということは X デーが、まさかの X デーが近づいてると、やっぱり気配を感じるのがこのニュースなんですよ。だからいつもこれなんかよく聞くよねって話ではないっていうことを、私たちは拉致被害者の救出を含めて、深刻に考えるべき時なんですよね。中国のトップがアメリカの大統領と会うってことは、金一族の独裁が今後も続けられて保証になると、ね、いうことをずっと願ってきたわけですよ。それでだから朝鮮中央通信とか北朝鮮の国営メディアっていうか国営しかないんですけど、そこはそのトランプさんを持ち上げてきたのが、最近急激に様子が変わってきて、いや別に会わないわけじゃないよって発言もトランプさんなさったりしてるけども、現実に北朝鮮の工作員とか、あるいは北朝鮮の最前線で感じる動きっていうのは、アメリカが陸海空3軍プラス海兵隊の4軍統合の、ひょっとしたら金正恩委員長を直接暗殺する作戦を今でも何度も何度も計画され、間近に迫ったこともあったと思われるけれども、岡本ちゃんずっと見せかけのようなトップに据えるっていう話と根本的に違って、だから韓国に亡命政権作るって話よりも、その直接アメリカが介入して金正恩委員長を殺害するか、あるいは亡命せざるを得ないところに、殺害だけとは限りません、亡命の準備、実際お父さんの金正恩総書記がしたのを僕はパリで確認してますから、亡命予定の旧王宮まで僕は見に行って、はいはい、はい、もう伺ってしまいました、はい、ショックだ、番組で言いましたよね、ただはい伺いました、ただただショックだと、学会話じゃなくてね、はい、それでだから必ずしもその強硬な姿勢でさあもう殺してしまうんだって話だけじゃなくて、
結果的に亡命に追いやるってこともあるわけです、あり得るわけですよ。亡命政権じゃなくて、今の独裁者が権力を取る、アメリカの専門グループが北朝鮮の核実験場の衛星画像を分析し、新たな核実験に向けて小規模な動きが続いていると指摘しました。アメリカの北朝鮮専門グループ38ノースが今月18日に撮影された北朝鮮の北東部プンゲリにある核実験場の衛星画像を公開しました。核実験に使う設備や資材の位置を移動させていることや土が掘り起こされていることから、坑道の中で準備が進んでいるのがわかるということです。専門グループは核実験の時期に関してはまだわからないとしているものの、指示が出ればすぐにでも踏み切れる状態だと推測しています。これ違うんだな、まさかの動きじゃなくて、一言で言うと北朝鮮の金正恩政権、独裁政権が間違いなく追い詰められてますよね、これごく簡単に最近の動きをおさらいすれば、まずアメリカの大統領選挙中にトランプ大統領が、俺は別に普通に金正恩委員長と会うよ、会いたいよって言ってますね、これは北朝鮮にとっては超時の大ニュースだったんですよね。なぜかというとずっとラブコールしてきたわけですから、直接会って話したいと、そして和解したいと、で友達にしてくれませんか、それだけは言ってきたんですよ実は。でそうすると中国の属国にされて中国の思うままにされるのもある程度防げるし、第一金一のスタッフが、話を元に戻すと、何度も何度もあったけれども今度ばかりは本気じゃないかというのがあって、攻撃計画、だから一般的にはその金正恩さんを暗殺してしまったのは韓国に亡命政権が作られて、そこのトップに、キム・ジョンナムさんが、さっき間違って言ってないかな、キム・ジョンナムさんが暗殺されたのは、その暗殺されたキム・ジョンナムさんが韓国に亡命政権を作られた時の手腕になってしまうからじゃないかと、あらかじめその目を摘んでおきたかったという話がされてるんですけど、それはそれで間違ってないんだけど、その亡命政権を作るっていうのが前に動きがあったのは脱北者で、なんとなく形だけの亡命政権を作って、そこのいわば北朝鮮によってそれは回転しなくなってるんですよね。なぜかというとすでにレッドラインを超えたわけです。潜水艦発射型の核ミサイルに着手して、で潜水艦は今持ってない、潜水艇しか持ってないから大丈夫に見えて、いわば あと必要なのは潜水艦だけになったら、アメリカとしてはその本当は西海岸までは何年もかかるとして、その短期間の間にグアムとかハワイとか、そのアメリカの人は絶対イルカ船できないところに北朝鮮の、場合によっては潜水艇の少しマシなやつみたいなのが接近して、そこからつまりハワイの目の前で行かなくてもある程度近づいて発射型を、潜水艦発射型 SLBM 撃たれると、アメリカのすごいそのスパイ衛星網でもやっぱりある程度の深さで来る潜水艦を全部破壊できないですから、脅威がもうレッドライン超えてるんですよ。これはすでに超えたと見るべき、そうするとじゃあ今までのように核実験やってアメリカの関心を引き寄せるやり方がいいのか、いやもうやられ方えらいことにして急に以降になって、キム・ジョンナム暗殺はやめずやったけれども、アメリカは攻撃なさるようなそんな怖いことはもううちはしませんと、核兵器の開発もしばらくペンディングにします、どっちがいいのか分かんないから、分かんないからこのなんちゃって準備になってるわけですよ、出したり出したり戻したり出したり戻したり、本当にこうもうすぐやるぞじゃなくて、今までと様子が違うのは何やってるか分かんない意味もあるわけですよ。これニュースはこれだけだけど本当は意味がある行動に見えないわけですよ、でそれが非常に濃厚な予感につながるのは、今までと違うその北朝鮮は、いや崩壊する崩壊する崩壊するって言われながら崩壊せずに来たけども、その肝心要はやっぱり中国であって、石炭を北朝鮮から買うのをやめましょうってそんなことじゃなくて、そうじゃなくて問題は油なんですよ。それも中国が買ってあげれるんじゃなくて、中国の油を北朝鮮にパイプラインで直接送ってると、北朝鮮は油全くありません。それから実は外国から買うお金もありません、外貨ないから、じゃあどうするんですか、全部油で動いてるんですよ北朝鮮は、だから中国はこうやってパイプラインのコックをこう閉めただけで、電気がつかないだけじゃなくて軍ももう身動き取れないわけですよ、油なかったら、
ということは、X デーが、まさかの X デーが近づいてると、やっぱり気配を感じるのがこのニュースなんですよ。だからいつもこれなんかよく聞くよねって話ではないっていうことを、私たちは拉致被害者の救出を含めて、深刻に考えるべき時なんですよね。国のトップがアメリカの大統領と会うってことは、キー一族の独裁が今後も続けられて保証になると、いうことをずっと願ってきたわけですよ。それでだから朝鮮中央通信とか北朝鮮の国営メディアっていうか国営しかないんですけど、そこはそのトランプさんを持ち上げてきたのが、追い詰められた暗殺であって、しかもキム・ジョンナムさんがいるっていうことを北朝鮮の普通の人はほとんど知らないわけです、兄弟の構成も知らされてないし、だからキム・ジョンナムさんがどういう顔をしててって知ってるのは僕ら西側の人間だけで、北朝鮮の人はほとんど知らないんですよ。だからお兄さんを殺したっていうことはなかなか浸透しないにしても、でも朝鮮労働党の幹部陣とかあるいは軍とか工作機関の上の方はついに実の兄を腹違いとはいえね、英語だとハーフブラザーっていうなんかきつい言い方ですけどね、CNN なんかは、でも実のお兄さんを殺してしまったっていうのはキム・ジョンウンさんの政権やっぱり弱めます、強めない、これは、ちゃんとチャン・ソンテクさんとおじさん殺しただけでも大きな問題を生じたけど、実のお兄さん殺害したとなるとこれはもう誰もついていけないんですよ、でもそれやらざるを得ないぐらい追い詰められてて、だからこの核兵器も核兵器を持つからアメリカがこう顔を向けてくれて言うことを聞いてくれる、だから核実験もやってきたし、それが外貨につながる、つまり中東を中心にその技術や実物を輸出して、それが北朝鮮の唯一のビジネスになってるとかって、もだってある意味でうまく回転してきたわけです、北朝鮮にとって。それは回転しなくなってるんですよね。なぜかというとすでにレッドラインを超えたわけです。潜水艦発射型の核ミサイルに着手して、で潜水艦は今持ってない、潜水艇しか持ってないから大丈夫なように見えて、いわば あと必要なのは潜水艦だけになったら、アメリカとしてはその本当は西海岸までは何年もかかるとして、その短期間の間にグアムとかハワイとか、そのアメリカの人は絶対イルカ船できないところに、北朝鮮の、場合によっては潜水艇の少しマシなやつみたいなのが接近して、そこからつまりハワイの目の前に行かなくてもある程度近づいて発射型を、潜水艦発射型 SLBM 撃たれると、アメリカのすごいそのスパイ衛星もでもやっぱりある程度の深さで来る潜水艦は全部破壊できないですから、脅威がもうレッドライン超えてるんですよ。これすでに超えたと見るべき、そうするとじゃあ今までのように核実験やってアメリカ関心を引き寄せるやり方がいいのか、いやもうやられることにして急にいい子になって、キム・ジョンの暗殺はやめずやったけれども、アメリカは攻撃なさるようなそんな怖いことはもううちはしませんと、核兵器の開発もしばらくペンディングにします、どっちがいいのか分かんないから、分かんないからこのなんちゃって準備になってるわけですよ、出したり出したり戻したり出したり戻したり、本当にこうもうすぐやるぞじゃなくて、今までと様子が違うのは何やってるか分かんない意味もあるわけですよ。これニュースはこれだけだけど本当は意味がある行動に見えないわけですよ、でそれが非常に濃厚な予感につながるのは、今までと違う、その北朝鮮はいや崩壊する崩壊する崩壊するって言われながら崩壊せずに来たけども、その肝心要はやっぱり中国であって、石炭を北朝鮮から買うのをやめましょうって、そんなことじゃなくて、そうじゃなくて問題は油なんですよ。それも中国が買ってあげれるんじゃなくて、中国の油をと会うよ会いたいよって言ってですね、これは北朝鮮にとっては超時の大ニュースだったんですよね。なぜかってずっとラブコールしてきたわけですから、直接会って話したいと、そして和解したいと、で友達にしてくれませんか、それだけ言ってきたんですよ実は。でそうすると中国の属国にされて中国の思うままにされるのもある程度防げるし、第一キン一族のトップがアメリカの大統領と会うってことは、キン一族の独裁が今後も続けられて保証になると、いうことをずっと願ってきたわけですよ。それでだから朝鮮中央通信とか北朝鮮の国営メディアっていうか国営しかないんですけど、そこはそのトランプさんを持ち上げてきたのが、最近急激に様子が変わってきて、いや別に会わないわけじゃないよって発言もトランプさんなさったりしてるけども、現実に北朝鮮の工作員とかあるいは北朝鮮の最前線で感じる動きっていうのは、アメリカが陸海空3軍プラス海兵隊の4軍統合の、ひょっとしたら金正恩委員長を直接暗殺する作戦を今までも何度も何度も計画され、間近に迫ったこともあったと思われるけれども、岡本ちゃんずっとスタッフが、話を元に戻すと、
何度も何度もあったけれども、今度ばかりは本気じゃないかというのがあって、攻撃計画。だから一般的には、その、金正恩さんを暗殺してしまったのは、韓国に亡命政権が作られて、そこのトップに、キム・ジョンナムさんが、はい、さっき間違って言ってないかな、キム・ジョンナムさんが暗殺されたのは、その暗殺されたキム・ジョンナムさんが韓国に亡命政権を作られた時の手腕になってしまうからじゃないかと、あらかじめその目を摘んでおきたかったという話がされてるんですけど、それはそれで間違ってないんだけど、その亡命政権を作るっていうのは前に動きがあったのは脱北者で、なんとなく形だけの亡命政権を作って、そこのいわば見せかけのようなトップに据えるっていう話と根本的に違って、だから韓国に亡命政権作るって話よりも、その直接アメリカが介入して、金正恩委員長を殺害するか、あるいは亡命せざるを得ないところに、殺害だけとは限りません。亡命の準備、実際お父さんの金正恩総書記がしたのを僕はパリで確認してますから。亡命予定の旧王宮まで僕は見に行って、もう伺ってしまいました、ショックで番組で言いましたよね、ただ、伺いました、ただただショックだと、楽屋話じゃなくてね、はい、それでだから必ずしもその強硬な姿勢で さあもう殺してしまうんだって話だけじゃなくて、結果的に亡命に追いやるってこともあるわけです、あり得るわけですよ、亡命政権じゃなくて、今の独裁者が権力を手放して家族ごと亡命すると、いずれにしろだから韓国に脱北者を中心にした非力な亡命政権ができたような話じゃなくて、北朝鮮の体制